b. ナイクビルというインターネット上の流行を活用したキャンペーン画像以下のように書かれているこの人はビルですビルは秘書ですビルはウィキペディアがオンラインの読者にとって最初の一歩であることを知っており記事に信頼できる情報源を追加することでウィキペディアを手助けしますビルは賢いですビルのようになりましょう一リブ一レフは 世界中のすべての司書にインターネット百科事典プロジェクトへの参加を呼びかけるウィキペディア活動である。特に出典を追加して記事を改善することに重点を置いている。最初の一リブ一レフキャンペーンはウィキペディア創設15周年にあたる2016年1月に行われた。運動首謀者は司書一人につき出典一つの過程に基づき、 世界中の司書一人一人が15部の時間を使って、ウィキペディアに出展を一つずつ追加した場合、35万件の要出展を解消できると見積もった。2016年1月15日から23日の1週間にかけて最初の一リブ一レフキャンペーンが開催され、主事の SNS でハッシュタグ一リブ一レフが用いられた。最初のキャンペーンでは、9こと5番、 327人の利用者が879ページに対して1232回の改善を行って幕を下ろした。これら数字は編集の要約に一リブ一レフのハッシュタグを用いている編集を数えたものであり、多くの参加者が編集の要約にハッシュタグを用いなかったことが明らかとなっているため過小評価されている可能性がある。ツイッターでは一リブ一レフの ハッシュタグを伴う投稿が630人以上の利用者によって1100回以上行われた。このキャンペーンはウィキペディアの創設記念日を毎年祝うために復活した。数年後、キャンペーンの開催期間は1週間から3週間に引き延ばされた。一リブ一レフキャンペーンはウィキペディアの改善日照を引き込むウィキメディア財団のグラムアウトリーチ戦略の一部となった。 2018年には1月だけでなく5月から6月にかけても開催された。これは第2弾の開催を望む声があり、かつ5月がスペイン5番、ウィキペディアの設立記念日にあたり、南半球において長期休暇に該当しない期間であることから定められた。ありがとうございます。